作りたいと思います。ポンポンワオはポンポン45個を使って、こういろいろふわふわの、ちょっとひまちゃん触らないで、ふわふわのデコレーションをしていきます。作り方は簡単で、粘着シールをくっつけてピタッとチューブを取ってポンポンを広げたら出来上がりです。こんな感じで丸くなってます。ここにこれをペタンとくっつけて、ここにテープがくっついてます。ペタッと貼って取るとふわふわができます。はい、じゃあ早速やってみましょう。やります。できたー。で、ふわふわ黒の方につけてね。はい、うん、さあさあ、ひまちゃんいっぱいいっぱいつけて、取れる、ひまちゃんよいしょ。あら、わー、ここに取れちゃった。それ引っ張ってごらん、ピョンって。よいしょ、はい、貼って。こっちゃんはできた、アミロレ何か作ってるそうです。明るくない、これ。あ、まだ分からない。でもいいや、好きなとこいっぱいつけて。あとは全部白、うん、これ、まあ、あとは全部白、そっちそっち。すごい斜めについちゃった。いいや、まあいいか。うわ、ミロロロロロンってなってるけど、ここでいいよ、そこでいい。できた、じゃん、お花。おお、すごい、かわいい。いいね、ふわふわ。じゃあどんどん作ってください。ね、これで今日寝た。これで寝るの？じゃあ待って、できた、ふわふわ。虹、虹。おお、虹。二色しかないけどね。そうそう、かわいい、かわいい。次はこれを作る。はい、じゃあやってみてください。ひまちゃんすごいね、どんどんいくね。はい、オッケー、オッケー、待った、オッケー。ひまちゃんやった。これ目玉焼き、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 卵だからな。卵と目玉焼きじゃないんだけど、ここに確かにね、卵あるね。食いしん坊ちゃん、正解。本当に卵。ピンポンピンポン。こうやってなってたんだけどね。ひまちゃんも卵作って。ひまちゃん完成、うん、見せてください。じゃーん。おー、ひまちゃんびっしり詰めれた。ここにつ、あれ、ゴミついとった。ピロロロ、すごいね、上手につけれました。こちゃんはもうすぐ完成。うん、これあと1個は周りにいっぱいある。完成したら教えてください。じゃあその間にひまちゃんはここに好きなもの、ひまちゃんのね、一番大事な宝物1個入れてきてください。どこに？そこの中。ひまちゃんのね、宝物ある？どこ？ひまちゃんの好きなお家の中にある大事なもの、ひまちゃんの好きなおもちゃとか好きなもの、その中に1個だけ入れてみて。いってらっしゃい。入れたよ。はい、ひまちゃん。あ、来た来た来た。はい、何入れたか見せてください。わ、いっぱい。ひまちゃんの宝物はこれのようです。テープが見えちゃった。すごいね、ボツボツ。面白。ひまちゃん、それ宝物なの？うん。それ何するやつ？これね、うん、ハンバーグ食べる。どういうこと？お、完成？あ、やっとできた。見せてください。卵焼き。お花なんだけどね。上手に周りふわふわつけれました。じゃあこっちゃんもこの中に宝物を入れてきてください。はい、できた。はーい、あ、こっちゃんの宝物、すごくいいもの入ってる。はい、まだあった。せーの、じゃじゃん。宝物これ？そう。こんな感じで遊んでみました。見てくれてありがとう。チャンネル登録してください。バイバイ。